皆さんこんにちは。If you're a beginner or intermediate Japanese learner, you found the right place. Hi, my name is Yuji, and I read Japanese manga books to help you with your listening and shadowing technique. What's shadowing? It's actually quite simple. You listen to me read a sentence, then you just read after me so that you can improve your intonation and pronunciation. So the first set of manga we go over together for the next few months will be Yotsubato. I'm not going to go over specific grammar or vocabulary parts because I want to focus on shadowing for this specific video. And I only include text transcription and not the actual artwork in this video for obvious copyright issues. But I am going to provide you with the actual transcript of this manga in PDF so that you can use it as a reference. So make sure to click the link in the description box. Alright, without further ado, Let's get started. それじゃあ始めましょう。ヨツバと引っ越し。おお。もうすぐだぞ。ヨツバ。おお。すげえ。父ちゃん、ここ家がいっぱいあるな。そうだろう。お店もあるぞ。お店もか。すげえ。人がいっぱいいる。今日は祭りか。学校だ、学校。そういや、明日から夏休みだな。あんまり乗り出すと危ないぞ。お姉ちゃんが手を振った。父ちゃんも振れ。父ちゃん手が離せないからな。俺の分も四つ葉が振ってくれ。ほら、着いたぞ。着いた？どこに着いた？どこって、そりゃ、お前。あ、ジャンボだ。よ。うっす。ジャンボ、久しぶりだな。おう、ヨチバ。元気にしてたか？わあ、やめろ。やんだわ、まだ？ああ、あいつ、用が入ったから来ねえて。あいつ、ダメだわ。ジャンボ、しばらく見ないうちにまた大きくなった。お、どこで覚えたそのセリフ。まあいいか。ジャンボが二人分働くしな。そんなことはない。俺は働かない。働いてくれ。ヨチバが働く。おお、偉いぞ、ヨチバ。父ちゃんはダメだな。父ちゃんはダメだ。そこ置いておいていいぞ。お。なんか俺、体力低下してんな。手が震える。お前さ、
近所に挨拶で配る粗品とか用意してるか？そうか、そういうのをしなきゃな。頭いいな、お前。じゃあ、俺が用意してきてやる。お前、片付けてろ。変なもん持ってくんなよ。俺はプリンが好きなんだ。いや、お前の思考はいい。ところでさ、YouTube はどこだ？いなくなった。まあ、腹減ったら帰ってくるだろう。んじゃ、見つけたら拾っとくわ。ああ、そうしてくれ。んじゃ。うん、頼む。さて、どこから手をつけるかな？そういや、これはどこに捨てるのかな？こんにちは。もしかしてこちらに引っ越してこられた方ですか？はい、そうですけど。やっぱり。私、隣に住んでおります、綾瀬と申します。よろしくお願いします。ああ、いえ、こちらこそよろしく。その段ボール、ゴミに出す分ですか？ああ、そうしたいんだけど。段ボールはですね、資源ゴミの日に出すんです。金曜日ですね。ああ、そこの電柱のところ、ネットがあるんじゃないですか。あそこに出すんですよ。あ、そうなんだ。ちなみに、燃えるゴミは月木。燃えないゴミは土曜日ですから。他にも何かわからないことなどありましたら、遠慮なくおっしゃってください。君、高校生だよね。はい、そうですけど。
や、しっかりしてんなぁと思って。俺が高校の時はもっと。ああ、今でもしっかりしてないんだけど。しっかりしてください。ああ、すいません。ところで、こちらに住むのはお一人です。あ、いや、小さい娘がいて。さっきちょっとどこかに消えちゃったんだけど。え、大変。じゃあ、私探してきましょうか。あ、いいんだ。いつものことだから心配しなくても。そうなんですか。あ、じゃあ、この後私出かけますんで、その時、それらしい子がいないか注意しておきます。ありがとう。変なやつだって思う子がいたら、多分それ。はあ、随分ね。あ、そうだ。お子さん、お名前は？ヨチバ。ヨチバちゃんですね。じゃあね。明日遊ぼうね。うん。明日から、夏休み。ん？誰かな？この辺じゃ見ない子だ。なんか変わった。外国の子？それに、何してんだろう。うわ、来た。なあ、あれなんだ？あれって？ブランコのこと？こうやって遊ぶの。やる、やる。ヨチバもやる。はい。押して押して。はいはい。おおおお。
自分でハンドつけたら動くから。ははははは。それじゃあね。おお。変わった子だな。ブランコを始めたのか。あ、そういえば、うちの隣の空き家に、新しい人が来るって。もしかして。うわ。うわ。手離しちゃダメよ。手？大丈夫？大丈夫だった？怖え。あ、ちょっと。あ、エナ。いいとこに来た。あ、フーカお姉ちゃん。あのね、帰ってくる途中で、変な子見なかった？見た。え？え？見たの？どこで？そこ。アジサイ公園にいたよ。今もいる？公園の向こう、緑ビルの方に走ってった。いないな。じー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 。変なやつだ。あ、お嬢ちゃん？あ、何してるかな？セミ。セミ。セミ。そっか、セミか。やっぱり夏はセミだよね。あなた、ヨチバちゃんでしょ？なんで知ってんだ？なんでだと思う？あのね、よちばちゃんのお父さんに頼まれて、お迎えに来たのよ。おお、父ちゃんか。じゃあ、一緒に行こうね。行こう。ゆちばちゃん、何年生？父ちゃんが好き。そっか、父ちゃん好きか。父ちゃんが、いいかよ、千葉。知らない人について言っちゃダメだぞ。いいものあげるとか、お父さんが読んでるとか、
言われても、その人は悪い人かもしれないぞ。ちょっと用事を思い出した。はあ？あっちに。バイバイ。え？え？どうしたの？全力疾走？待ちなさい。助けて。助けて。おや。どうしたの、ふうかちゃん？いえ、なんでも。なんでもありませんから。もう。よしば？すみません。なんだ？止まりなさい。さっきのこと、ふうかお姉ちゃん？えな、捕まえろ。え？とりゃ。きゃ。おお。待て。助けて。ん？何？あ、あさき姉ちゃん。その子をゲット。はいはい。お嬢ちゃん、どうしたのかしら？にっこり。助けて。悪い人に捕まる。よし、悪い人はお姉ちゃんがやっつけてあげよう。お姉ちゃん強いからね。本当か？どう？いて。すげえ知恵。で、なに？この子？隣に引っ越してきた子、連れて行くの。あれ？四つ葉。あ、父ちゃんだ。ああ、連れて帰ってくれたんで。どうもありがとう。いえいえ、私は大したことは何も。ただいま。あ、うちの姉と妹です。長女のアサギ。
私が次女の夫か。で、末っ子のエナです。よろしく。引っ越してきた小祝です。よろしく。こいつが四つ葉。よろしくね、よちばあちゃん。このお姉ちゃんたちは隣さんが。ちゃんと挨拶しなさい。え？お隣さん？そう、うちはそこ。お隣？違うよ。四つ葉のうちはもっともっとずーっと遠くにあるんだよ。こいつ何も分かってなかったのか。いいか、よく見ろ。これが今日から四つ葉が住む新しい家だ。おお、今日からここか。で、こっちが私たちの家。おお、父ちゃん、お隣さんだ。そうだ、お隣さんだ。じゃあ、よろしくね。よちばちゃん、よろしくね。よろしく。よろしくな。じゃあ、あのお姉ちゃんは悪い人じゃないの？はあ？違うのよ。Alright, that's it for today. I hope you enjoyed the first episode of Yotsubato. By the way, if you want to see more videos like this, make sure you hit the like and subscribe button. Also, hit the bell icon so that you get notified immediately when the next episode becomes available. Also, please leave a comment if you have any suggestions for future videos, because this channel can only grow with your support. Thank you so much for listening till the end. Feel free to check out the text transcription of this episode from the PDF link in the description box. And see you in the next one. それじゃ、またね!